アクロコリントスの城壁、アクロコリントスから北のコリンティアコス湾を望むアポロ神殿。背後に見えるのが、アクロコリントスは古代コリントスのアクロポリスで古代ギリシアのコリントスを見下ろす位置にそびえていた一枚岩の丘である。ジョージ・フォレストはギリシャ本土で最も印象的なアクロポリスだとした。アクロコリントスは古代から19世紀初めまで何らかの形で継続的に使用されてきた。防衛が容易な地形であるため東ローマ帝国時代に要塞化され、テマ製におけるヘラスのストラテゴスの居城とされた。第4回十字軍の際には、レオスグロスの指揮で、ジョフロワ一世とビルアルドゥアンの攻撃に3年間抵抗した。その後、アカイア公国の要塞となり、一時期東ローマ帝国が奪回したが、オスマン帝国に征服された。水が豊富で、コリントス地峡を見渡す位置にあることから、南ギリシャの最終防衛線の要塞として使われ、ペロポネソス半島に侵入してくる敵を跳ねつけた。三重の城壁が人の手で作られていた。頂上にはアプロディーテの神殿があったが、後にキリスト教の教会に転用され、さらにモスクとされた。アメリカ合衆国の研究チームが1929年に発掘調査を開始した。現在、アクロコリントスはギリシャにおける重要な中世城遺跡の一つとなっている。地図2世紀のパウサニアスがギリシア案内記に記したコリントスの伝説によれば、ヘカトンケールの一人ブリアレオスはポセイドンとヘーリオスの喧嘩を仲裁した。その仲裁とは、コリントス地峡はポセイドンのもので、アクロコリントスはヘーリオスのものという決定だった。城壁の内側にペーレーネーの泉がある。パウサニアスによれば、その神殿の裏にある泉は、アーソーポスからシーシュポスへの贈り物だという。シーシュポスはゼウスがアイギーナを誘拐したことを知っていたが、アイギーナの父、アーソーポスが探しに来たとき、アクロコリントスに泉を作ってくれなければ教えないと言ったという。ありがとうございます。